最終はどこが一番注目すべきというか、どこが好きでした？あ、難しい。タス君どこ？いや、俺はやっぱりあれだな、新キャラ。いや、いや、いや、でも俺はもう、やっぱ信楽。信楽。信楽が、やっぱ発見するまでのあの、家庭の内山さんの芝居ですよね。あ、テスト好きだった結構、テストも。あ、テスト、なるほど。テスト、芝居上手すぎる問題。確か。信楽が演技した時の芝居上手すぎる問題、ね。問題爽やかにやりすぎる。やりすぎたから、もうちょっと下手にって。もう誰って思っちゃうぐらい。確かに。別人みたいにそう。確かに。あれも良かった、あれ。あれ良かったっすね。超爽やかだったよ。超爽やか。そう、でも信楽が信念見つけちゃうところがすごい好きでしたね、信念。あ、自分の芯を見つけちゃったところ、全部オールマイトだっていうところの、あれ恐怖だよね。見つけちゃったらどうなっちゃうんだろうっていう。そうです、そうです。今までってなんかどちらかというとこう波のようになんかあっち行ったりこっち行ったりみたいな、ね、ふわふわした感じ。しかも今回ステインにもう全部お株奪われてたから、なんかちょっと弱く小さきものに見えてたんだけど、うん、そうなんですよ。だからただの少年になっちゃってたというか、なんというか、なんかその少年が信念見つけちゃった時のなんかあのワクワク感を持って見つけちゃった時の恐怖感というか、ね、うん、なんか純子知れないよね、もうなんか純粋だからこそ怖い感じがあって、うん、ね、あの笑顔みたいなところとかも、顔怖いしね、顔怖い、普通に怖かった、ね、怖かった、アップの笑顔が超怖いさ、原作でも超怖いなと思ってたんですよ。唇が怖かった俺、ないみたいな、カシャカシャカサカサ、確かに、お前水分取れやっていう感じだもん。いや、もう本当にリップクリーム塗ってください。